はい、どうも玉すがれです。では究極のフロアに行きたいと思います。フロア1やってたんですけど、ちょっとめんどくさいので、フロア1は前回の動画を見て勉強してみてください。ここがまあ簡単なレベルに入っていきます。おさらい編です。まずここでやるべきことはもう簡単、とにかくね、操作さえ失敗しなければ、ラウンドにはじゃないフロアには、ね、クリアできます。正直な話、ここはもう、ディスクで倒す、ディスクでね、ディスクかクレイジーダイヤモンドで倒していくだけ。クレイジーダイヤモンドで、ここはスティーリーダウンがいるので、スティーリーダウンを倒してからクレイジーダイヤモンドを撃つというそんな感じですね。クレイジーダイヤモンド、はい、絶対全員、敵が増援で、来ますが、カウント1にしてるんで、まず食らうことはないと。まあ、唯一気をつけないかんって言ったら、まあ、ゲージ回収に気をつけたらええだけぐらいかな。それ以外はね、特に気をつける要素っていうのはほぼほぼないですね。あとナイフとかね、バラ巻きナイフとか、そんなにも、まあ、まず食らうことはないんで、まあ、まあ一番簡単なやり方かな。まああとやれるとしたら、まあバイスケで言ってもディースケを、最終フロアで使いたい場合は、まあ、バイスケを、使ってもいいかなと思います。比較的にここのフロアは難しくないんでね。はい、3ラウンド目も撃破。まあね、自爆がいないんでね、シトロハインがいないんで、そこがやっぱ唯一の救いっちゃ救い。自爆がいたらこのパーティーでは無理かな、正直言って。はい、じゃあラウンド4に行きまーす。クレイジーダイヤモンド、多分倒しきれないんでね、ここは。あ、倒すけ、よかった。どうしようかな、これ縛っておくかな。ナイフ食らいながらも、さあこのバニラアイスの攻撃になんとか耐えないといけない。よかった、耐えたな。耐えて、危ない。よかった、まあこれで耐えれなかったら終わりと。はい、あ、最終ラウンド、もうここはね、もうただひたすら死を撃つだけで、撃たなければ死ぬだけ。ディオの増援がいっぱい来ますけど、まあ倒せるでしょうと。できればディオに何回も当たらないように一旦抜けた。当たりすぎ、
あ、よかった、いいせい、はい、こいつも一撃で倒せます。いいつけで、クレイジーダイヤモンド、はい、フロアにはこんな感じでクリアとなります。今回の動画は以上となります。それでは失礼します。あなたでした。